はい、どうも皆様こんにちは。岩本ファーム TV です。北海道北斗市よりお送りいたします。本日もどうぞよろしくお願いいたします。今回なんですけれども、こちらトマトのハウスに来ております。現象がひどいハウスですね。私 あのトマトのこちら動画ではたびたび登場してくる一番田んぼに近い水はけの悪いハウスでございます。こちらで今多発している生理障害、葉先が荒れですね。こちらの方を皆様方に今日はお伝えしていこうかなと思っております。非常にですね、この葉先が荒れ進行してきて、枯れてしまいますと、そこから、病原菌が発生して、灰色カビ病、こちらがですね蔓延する可能性があります。こちらの方ですね、今日は皆様方の方に解説しまして、共有してですね、どうやって防いでいくか、またなってしまったままはどうしたらいいのか、そして根本的にどうやって解決していけばいいのかということをですねお伝えして、葉先が荒れですね、こちらにフューチャーしていこうかなと思っておりますので、一つどうぞ最後までご覧ください。それではやっていってみましょう。よろしくお願いします。はい、それではですね、実際にトマトの方を見ていってみましょう。こちらですね、葉っぱね、枯れてきてますよね。これ葉先枯れという部類になります。生理障害でございますので、病気ではないんで、そこはですね皆様方のトマトがこうなってしまった場合はご安心いただきたいなと思います。誤って葉っぱを全部取ったりとかしなくても大丈夫なんですけども、こうなってしまった葉っぱはもう治ることがありませんので、これはですね病気の温床につながります。後ほど解説しますが、こういう風になってしまった葉っぱは、この葉なってしまったところをですね、こうやってこの部分だけ切ってあげる、ね、ここの部分だけ切ってあげるとか、そういう形で、対処はしてあげた方がいいかなと思いますが、全部葉っぱを取る必要はありません。病気ではございませんのでね。はい、でこの原因、まず、ね、結論から言いますと、窒素リン酸カリという栄養素がありますが、そのうちのカリが不足するとこういった形になります。ではなぜカリが不足するかということなんですけども、もう今現在ですね、全国的にやはり雨降ってますよね。で、なかなかこう晴れない、で、昼と夜の気温差がつきづらい、そういった状況で起こるのがこのトマトにおける徒長っていうね、軟弱徒長っていう部類になってくるんですね。この徒長と言われるものは何なのかということなんですけども、この木ですね、木の成長が著しく早くなる状態、このことを言います。徒長って言いますね。私の動画ではたびたび出てくるんですけれども、栄養成長と生殖成長のバランスでトマトは成り立っているというふうに常々お伝えしております。まず栄養成長というのは、この木をですね成長させるためのものが栄養成長って言われます。木や葉っぱですね。それから、こちらの実の方を肥大させるための成長、これを生殖成長と言います。このバランスですね、木が成長して実の方が成長してね、そうやって上に上がっていきます。これがトマトなんですけども、このバランスが崩れた時にですね、生理障害というのは起きやすくなってきます。この生理障害というのはトマトが苦しいよ、助けてっていうね、そういうサインだと思っていただければ結構です。そしてこの軟弱徒長に現れてくるこの葉先があれ、なぜこういったことが起こるかということなんですけども、この木の成長の方が早くてですね、一時的に下の方にですね、土の方にはしっかりと栄養があるにもかかわらず、こちらですね、栄養成長の方がちょっとですね、来てしまいまして、この成長の方にですね、一時的に、花芽であったりだとか、この実の肥大ですね、こちらの方が追いつかない状態、こういうことで生理現象というのがやはり起こってくるんですね。その中でも特に実の肥大におきまして、カリっていうのがですね非常に多く使われるわけです。カリなので、この実を大きくさせようというこのね、トマトの働きですけども、根からの吸収が悪いね、根から吸収される栄養素はこちらの木の方の栄養に取られてしまっている。でもこちらの方の実を大きくしなきゃならない、そういった時にどういう反応が起こるかと言いますと、この葉っぱの方から実の方にカリを送るわけです。そうすると葉っぱの先っちょが枯れてくるわけですね。どうでしょう、ちょっと長くなりましたが、分かりましたかね。はい、そういうことで葉先が荒れというのが狩りの欠乏で起きてくるんですね。ということでこちらの方を今度防いでいかなきゃいけないということになります。まず、こちらですね、この状態に置きますと、なんでこれがダメなのかって話ですよね。仮欠乏してこの葉っぱ枯れてても、まあ、このままでほっとけばいいんじゃないのっていうね、ふうに思われる方もいるかもしれません。ですがこの葉っぱをですね、このまま枯れたままにしておきますと、
ひどくなってきますと、この葉っぱ全体がこう今度ずっとね、解決しないと枯れてきます。そうするとこの枯れた部分ですね、死んでしまった葉っぱの部分に菌がつくわけです。胞子ですね、糸状菌っていう菌が付着します。それが灰色カビ病というの、病気にですね、つながる温床になるっていうことなんですよね。大体ですね、気温が16度くらいから胞子が飛び始めて、20度過ぎて25度ぐらいがですね、適温なんですね。広がる適温っていうのが25度くらいって言われております。なので今の時期が一番こうカビが繁殖しやすい時期なんですね。その時にこの葉先枯れがありますと、ここに胞子がついて、ここからですね、空気を伝っていろんなこうトマト、無事なトマトにもついてきます。葉っぱにもちろんつきますし、強いては実の方にもついてくる、こういう萼とかにもついてきます。そういったことが考えられるので、葉先枯れというのは結構恐ろしい生理現象でもあります。なのでもう直してあげる必要はあるんですね。まあこの葉先枯れしてしまったものはもうこれは変わりませんので、ここは切ってあげてください。もうこういうふうにひどいなものになってしまった場合ですと、この半分でもいいですから、これ切ってあげてください。ここからここはもう圃場から外の方にですね、捨ててあげるようにしてください。ではこの生理現象を止めるにはどうしたらいいかということなんですけども、根っこから刈りが据えてれば全然問題ないんですけども、この、雨が続いて、で、根が不活性化されてるんですよね、今ね、しっかりとですね吸収できない状態なんですよ、根っこが。なんで窒素で、こちらですね、木の方の栄養成長の方がちょっと早まってるっていう形になるんですよね。なので、根の方にですね、ちょっとなんて言いますかね、栄養を与えてあげてもちょっとですね治りづらい部分になります。なので追肥としてはこの葉面散布と言いまして、葉っぱの方にですね、こちら、仮剤ですよね、窒素リン酸仮、仮欠乏なんで仮をですね、拭いてあげればいいということになります。ということで、ここから上の方ですね、成長するにつれて、なりづらくなってきますし、実の方もしっかりと肥大してくるようになるということになります。じゃあどういったものを使ったらいいのかということですけども、まあ先日どの動画でも上げましたけれども、こちらですね、カリグリーン、これはですね炭酸水素カリウムって書いてますけども、炭酸水素カリウム、これがですね、カリウム剤になりますんで、こちらをですね水で溶いてあげてね、拭いてあげてください。うどんこ病、灰色カビ病っていうのも書いてますけども、これはですね治療薬にもなり得ますので、例えば灰色カビがですね万が一出てしまった時にでも、このカリグリーン、これをですね拭いてあげる。そうすることによって、カビの方ですね繁殖が抑えられて、治療効果もありますので、止まってくるというわけです。なので結構一石二鳥のこちら、薬剤になりますね、カリグリーン。しかもオーガニック栽培にも使えると書いてますんで、非常にですね天然成分で、自然に優しい、人体にも優しい、そういった、お薬になりますんで、こちら非常におすすめです。これ私ホームセンターで買ってきたものになります。600円くらいだったかな、そんくらいで買えます。で1リッターで使うんであれば10回分ということで、この中ですね個包装になってるんですね、ちょっと見ましょう。こういった形でですね個包装で入っております。なので非常にこうおすすめですね。こちらはカリグリーンですね。まあ使い方でさえね、この裏にしっかりとね載ってますんで、説明書も入ってますんで、こちらですね、一つですね手元に置いててもらえると使いやすいかなっていう気はします。なので、根っこから吸収できないこの仮剤を葉面散布してあげることによって、葉っぱシュッシュッシュ、実っこの方にシュッシュッシュで、余った、垂れた液っていうのはその根っこの方にも行くかなと思いますんで、まあ、シーティア根っこからの吸収にもつながってくるような形で使えるかなと思います。なので結構ですねこの葉先枯れというのは上の段になってくると、この実も成長させなきゃいけない、そして木の方も成長させなきゃいけない、そういった拮抗されたバランスなんですよね。非常にこう今この5、6段目というのは繊細な時期でございます。
7段目ぐらいになってきますと実の方がだいぶ取れてくるので、樹勢の方がですね、まあ、木の勢いなんですけども安定してくる時期なんです。今もうこの下の方ですね全部実ついてますよね。そうするとやっぱりですね、負担がやっぱり木にかかってくるので、こういったことも起きてくるんですよね。トータルするとやっぱりですねこのバランスが今崩れてる状態になりますんで、私のハウスはちょっとですね今結構ピンチっちゃピンチなんですよね。なんで私は明日月曜日、毎週月曜日はこのハウス防除日なんですよねなので、私はこれだけだと全然足りませんので、まあ、仮材というのも吹きます。もちろんこれはもう業務用でたくさん入ってるやつ売ってるんで、安いやつコストコで売ってる醤油みたいな感じですかね。そういったものが私にはありますんで、そういったものをですね使っております。うん、仮ショットとかいうやつですね。そういったものを使っております。まあ皆様方はこれで十分かなと思いますね。まあ家庭菜園とかでやれるんであれば本当に使いやすいんじゃないかなと思います。まあ、100本とかね、10本、20本とかやってるんであれば、ちょっと業務用のやつ買ってもらってもいいのかもしれませんね。ずっと使えますんでね、仮っていうのはね。他の野菜でも使えますし。そういったことでですね、一つ、仮ですね。葉先枯れしたんであれば、仮の方ですね、吹いてもらう。週に2回吹いてあげるといいかもしれません。私はそんくらいやりますね。あまりひどい時は。そうですね、水曜日あたりと、それから、水曜日木曜日くらいかな、まあ、3日に1回とか、3日過ぎて4日に1回とか、それくらいの割合で借り与えます。同時にですね防除もしますので、はい。でプラス灰色カビ、まあ僕は借り以外でも灰色カビのですねしっかりとした防除です。これちょっと多分ね今これひどい状態なんで、で気温も最適な気温です。灰色カビというのは16度で胞子が飛び始めで、まあ、20度から25度ぐらいが一番活性化される、ね、一番こう働きやすい気温だと言われてますので、北海道は非常にですね今雨も降って、自動としてくると起きやすい病気かなと思いますので、ガッチリとやらなきゃいけないかなっていうふうに思っております。はい、ということでですね、今回は葉先枯れの解説と、どうして葉先枯れになるのか、ね、徒長すると、なぜこういう風になってくるのか、ね、栄養成長と生殖成長のバランスですね、これが大事だよということをお伝えしました。そして、なってしまったんであれば、ちょっとこれはもうですね、治りませんので、この枯れた部分はですね、ちょっと切っていただく。切っていただいて、圃場の外の方にですね、持っていって処理していただく。これがですね、まず防ぐための第一歩です。その上で、こちらですね、カリグリーン。これですね非常におすすめでございますので、こちらの方ですね、葉面散布ですね、直接木の方、実っこの方にですね、葉っぱの方に振りかけていただくことが、まあ、防止とそれから予防ということでつながってくるかなと思いますので、よろしければぜひですねお試しください。また今回の動画が、ためになったな、参考になった、よかったよ、岩本ファームもっと頑張れみたいな感じでね思ってくれるんであれば、よろしければ熱い高評価ボタンお願いいたします。そして岩本ファーム TV を初めてご覧の皆様、はじめまして、このようにですね、私はトマト、それから長ネギの栽培もやっております。なので、そちらでですね、もしやられてるなれば、これからもですね、参考になる動画たくさん作っていきたいかなと思っておりますんで、チャンネル登録もぜひお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしたいと思います。またね、バイバイ。